弁をお願いします。はい、医療 DX については、医療分野でのデジタルトランスフォーメーションを通じたサービスの効率化や質の向上により、国民の保健医療の向上を図るなど、我が国の医療の将来を大きく切り開いていくものであります。昨年10月にこの医療 DX 推進本部を立ち上げた際、この医療 DX をスピード感を持って進めるための工程表を策定するよう指示をいたしました。その後、本部のもとにあります医療 DX 推進本部幹事会を3回にわたり行い、本日工程表を取りまとめることができました。まず全国医療情報プラットフォームについては、今年度より電子カルテ情報の共有システムの開発に着手するとともに、介護情報等についても順次共有できるようにしていきます。またクラウドベースの標準型電子カルテを開発し、遅くとも2030年にはおおむねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有できることを目指してまいります。さらに診療報酬改定 DX については、診療報酬と患者負担の統一的な計算プログラムである共通算定モジュールを開発し、2026年度より本格的に提供してまいります。関係大臣におかれては、この工程表に沿って PDCA を回しながら、医療界や産業界と一丸となって医療 DX の実現に向けて引き続きしっかりと取り組むようお願いをいたします。ありがとうございました。それでは